こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。やっほー、こんばんは。もう見慣れましたか？これ 見慣れました？私はまだびっくりします。鏡見ると。ちなみに私はまだびっくりします。まあ別に染めてるわけじゃないからね。すぐ取れれば、撮ろうと思えば撮れるんだけど。こんばんは。やっほー。そう、でもなんかメンバーから思ったよりいいじゃんって声が多すぎて そう、いいじゃんって声が多すぎて、そう、なんかずっとそれにしなよって言われた。そうだし、マネージャーさんっていうかスタッフさんとかからも「え、いいんじゃないですかそれ」みたいな、結構なんかプラスの言葉をいただけてとっても嬉しい。こんばんは。私ファンの方もね、すごいいいねって言ってくれる方が本当にたくさんで嬉しいです。こんばんは。でも染めてないからね、これ。 そう、シールでつけてるので、そう、染めてはないんだけど、かわいいでしょ。ママに「横着衣」って言われました。 横着衣って言われた。バリバリ名古屋弁すぎておもろい。 こんばんは。やっほー、ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。ありがとう、ギフト。あ、ネイルね、そう、今日変えたの。かわいいよ。今日変えてきたの、今日ネイル。そう。どうですか？かわいくない？そう、リボンつけた。8期のライブのためにリボンつけてきました。かわいくなーい。へへへ。かわいいでしょ。リボンつけた。可愛いでしょ。なんか個人的にこの白いこのグラデーションなんだけど、そう、この根元の色が自分の爪の色なんだけど、そう、白のグラデーションが個人的に結構好きで、シンプルだけどすごい可愛く見えるじゃないですか。そう、私なんか伸びてもこの地爪がピンクだから、地爪がこんな色だから、なんか伸びてもなんか伸びた感じしなくて好きなんだよね。こんばんは。やっほー。
インナーカラー毛量増えてる感じですか。あ、そうですそうです、つけてます、つけてます。だからちょっとね、おなんか重たくは感じないけど、なんか髪の毛洗ってる時はちょっとなんか多いなーって感じるけど、踊ってる時とか別に何も、普通です、普通です。こんばんは。大正解すぎる。そう、私はね黒髪が好きなんです皆さんと一緒で皆さんと一緒で私黒髪が好きなの。いや、もちろん似合ってれば何でもいい派だしさ、まあ例外としてなんていうの、いや金髪が似合うなら金髪の方がいいみたいなとかあるけど、基本黒いっていうか暗い方が好きな。ありがとうございます、ギフト、ありがとう。こんばんは。本当はね去年やりたかったんだけど、これね、そう去年はちょっとタイミングが合わずだったので、まあ20歳ラストの夏って感じでやりたかったです、ずっと。ギフトありがとう、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは。クステ幕張までつけてる予定、え、聞きたい、それって聞きたいというか知りたい知りたい、幕張はつけてないですつけてないです、すいません。もう割ともうちょっとしたら取っちゃう、もうまたすぐつけようかな、もうなんなら。そう、本当はねつけてる予定だったんだけど、ちょっとお仕事の関係で外さなきゃいけないの。そう、でもあの本当に皆さんがきっと喜ぶお仕事なので待っててください。そう、でも私一回そのエクステを買ったんですよ、これ買ったんだけど、そのなんていうの、買ったんだけど、あのなんだっけ、そのお店でつけれないってなって、で自分で美容院予約したのね。そうだからもう一個これが家にあるの、何も使ってないやつが。そうだからそれを使えるから、もう一回できるチャンスがあるのよ。だからワンチャン幕張までつけれるかもしれない、もしかしたら。でもみんなに見てもらいたいからな、このレアな感じを。そうだからもう一個あるの、これ。これは普通に私が予約した美容院でつけてもらったやつだから、そうあのねもう一個ある家に、使ってないやつが。こんばんは、ありがとう、ギフトありがとうございます。エクステつけるのにもマネージャーさんの許可やの、うん、いる。今回もちゃんとどう思いますかって。いやもうあの本当にあのトーク会じゃないや、ツアーの1回だけでもいいってお願いした。そうツアーの1回もう本当に、ま、あの福岡か東京のどっちかだけでもいいからダメですかって聞いたら、そう OK 出ましたこんばんは。何時間くらいかかるんですか。30分くらいだったよ。
30分ぐらいでつけていただきました。すごいよね、やっぱプロの方だから。めっちゃ早かった。いやでもなんか、なんならマネージャーさんが結構いいんじゃないですかみたいな感じだったそういいんじゃないですかって感じだった。でもこれシールでつけてるだけだからさ、そうなんか編み込むやり方とかもあるらしいんだけど、普通にシールでつけてるから普通になんか外そうと思えば外せんのね。まあ普通に引っ張ったりしたら、しただけじゃ外せないけど、なんかオイルとかつけたら外せれるんだけど、普通に髪の毛洗ったりする分には全然大丈夫だし。そうそうそう、そうなの。こんばんは。シールでつけてて違和感とかないの？違和感はないけど、髪の毛洗ってる時にこのこう下に向かってさついてるからさ、髪の毛洗う時ってこう頭が下になるじゃん。そうだからその時にめっちゃ痛くなる、引っ張られてる感じがして髪の毛が。その時だけちょっとうんってなるけど、他は全然普通に過ごしてる分には大丈夫だけど、その寝る時にちょっと髪の毛がボサボサになるかなって感じ、いつもより。そうだからちょっと痛いんだよね。自分で鏡見ろって思ったそう、え似合うって思いました。いや黒髪だからかな、そうやっぱ映えるなって思いましたね。この色味がこうさ結構派手じゃん。土曜日につけたの？うん、土曜日につけた。そうだから土曜日につける前にショールームしたかったんだけど、もう自分がちょっと準備が遅すぎてショールームできなかったのね。そうだから頑張って結んで隠してたのそう見せたくなかったから、そう頑張って隠してショールームしたの。無事に隠れてよかったんだけど、どうなるかと思いましたよ。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。似合ってるかどうかって誰の意見が一番信用できる？みやまるかな。みやまるはでもマジでずっといいじゃんって言ってくれてたそうずっといいじゃんって言ってくれたし、同期かな、同期がねめっちゃいいじゃんって言ってくれてました。多分ずっとこの黒髪の私をずっと見守ってくれてたからかな。そうめっちゃいいじゃんって言ってくれてたし、珍しく後輩のリーナちゃんとかアズアズとかもね、そうえいいですねみたいな言ってくれてました。かおちゃんまだね見てもらってないんだよね、この姿を。ありがとうギフト、ありがとうございます。ありがとう。まあでも染めてるわけじゃないからね、別にそんなね悪って感じじゃないけどね
ビーチサンダルめっちゃコールした。あ、嬉しい、ありがとうございます。ビーチサンダル楽しかった、楽しかった。ビーチサンダル、こんばんは。いやでも本当になんか終わっちゃったって感じで悲しい。今回の設立めっちゃ好きなんだよね。なんか不器用太陽とかさ、なんかいい曲なのは知ってたんだけどさ、なんかこんなにいい曲だったっけと思って、なんかめっちゃ染みた、個人的にだけど。リハから歌っててなんか劇場公演でなんかずっとやってたじゃん、カセネタアシアート公演で。そうだからさ、毎公演歌ってたからいい曲だなっていうのは分かってたんだけど、なんかしみるよね、不器用太陽なんか聴けば聴くほどって感じの曲、なんか一発でいいって思う曲もある中で、なんだろう、聴いたら聴いた分だけいいなって思う不器用太陽。昨日来た友達がゆずポテヤシ長くてダンス綺麗って褒めてた。嬉しいって言っといて嬉しいって言っといて。こんばんは。いやでも本当にお昼夜、昨日もだけどペンライトたくさん見えて嬉しかったです、ありがとうございます。やっぱ劇場に限らず固まってた固まってた仲良しさんだね。トリキューのお弁当買って長く帰りました。私も昨日食べながら帰ったよ、トリキューのお弁当。美味しかった、とってもめちゃめちゃ美味しかった、最高ですね。ただなんか美味しかったんだけど眠たすぎて、もうトリキューどころじゃなくて寝ながら食べてた。そうだからね、なんか竜田揚げ、竜田揚げみたいな、なんか大きいメインの唐揚げみたいなやつね、半分ぐらいしか食べれなかったです。それ以外は結構頑張って食べたんだけど、もう眠たすぎて睡眠を優先したらそうなってしまった。こんばんは、こんばんは。大好きな中華はあったの？大好きな中華はなかったんだけど、別の中華のお弁当だった。崎陽軒も食べました。弁当食べ過ぎじゃない？3つ食べてる。完食はしてないけど3つも食べてます。昨日だけで、ね、食べ過ぎ。
べ過ぎですね。美味しかった。でもこんばんは。昨日の黒白の衣装中にやってた。うん、頭じゃない、嘘中曲だ。あれですね、なんだっけ、強がり時計とかのやつですよね。あれ可愛いんだけどさ、あの衣装着てまともに写真撮れたことないんだよね。なんか前回来た時もさ、あのあれ15周年のコンサートで作っていただいた衣装なんだけど、あれそう、あの時もさ、なんかバタバタしすぎて来てすぐなんか踊ってたからさ、ですぐ脱いで次の衣装みたいな感じだったから、そうちゃんと自撮りしたことないんだ。今回もさ、そう途中でしか来てなかったから、ちゃんと撮りたい写真。可愛いよね、でもあの衣装私も好き。ギャラクシー聞けたのマジで嬉しかった。ギャラクシーいいよね。そう振り付けがめっちゃ好みだった。今回ギャラクシー新規振り入れだったんだけどさ、そう、ギャラクシーをその振り付けしてくださった方がめっちゃ可愛くて、めっちゃタイプって言ってたら、メンバーに好きそうって言われたそうメンバーに好きそうって言われました。その通りです。こんばんは。そうめっちゃ可愛い、可愛いってか美人、私のタイプそう昨日見に来てくださってたんですよ。そういえば、そうでも結構年上の方なの、何個か上。そうめちゃめちゃね美人で、めっちゃ好きな顔私の、だしすんごいスタイルいい、めっちゃスタイルいい。卒業生見に来てくれてるね。そうなんか見に来てるってお話聞いてたんだけど、全然お会いできなかったです。美人でスタイルいいとか、私がゆずちゃんのこと友達に話すときと同じだそうなの、嬉しい、めっちゃ褒めるじゃん、嬉しい。そう昨日はそのなんだっけ、ショールームをお昼公演終わりにどうしてもやりたくて、朝にはやりたくなかったの。そうでライブ終わった後のビジュアルでやりたかったから、どうにかこうにかして絶対にやるっていう意思を持って会場着いたんだけど、そうマネージャーさんにちょっと
ちょっと怪しいかもしれないですみたいな、いややりますってそう強く言ってやらせてもらってました。だからちょっとすごいガヤガヤしてたよね昨日のショールーム。そうごめんなさいね。でも昨日は本当にその間とかにやっておかないと毎日配信途切れちゃうとこだったのでよかったです。まあ配信できなくてもチケットがあるからあの自動的に使われちゃうんだけど、そう、それはなんか違うじゃないですか。それで継続みたいになってもさちょっと違うじゃん。そうだからそうめちゃめちゃなんか階段の隅っこみたいなところでやってたでもメンバーがちょくちょく気づいてくれてたからちょっと顔出してくれたんだけど、みよまるとかきみちゃんとかがね。そうチケットがあるの。私毎日配信こうやってるんだけどさ、ずっと毎日配信してる人はなんか毎日配信の継続チケットみたいなのをなんかくださるんだけど、そうあるはあるんだけど使いたくないんだよね。自分でわかるの。うんわかる。10枚くらいある気がする多分。まあ使わないけどね。まあ風邪ひいちゃった時とか、 なんか体調悪くなっちゃったとかならまあ仕方ないけど、その他なんか例えばその自分の用事でできないとかはさすがに嫌なので、そうまあ体調管理も自分のせいだからさ、結局は悪いのは自分じゃないですか。そうだからなんだっけ、そうできればっていうか本当になんかないものとして過ごしてるって感じ。ただでもこの間インフルかな、1月かなんかになっちゃった時はなんか使われてた。こんばんは。やっほー。こんばんは。今日も暑かったよね。今日ネイル買いに行っただけなのにマジで疲れたもん。なんか暑いだけでほんと体力って奪われるから嫌だ。ライブ美女天才すぎた。嬉しい。でもなんか漏れてた私昨日、やっぱつけたからかなインナーつけたからかな。めっちゃ写真漏れてんだよね。取っ手出しめっちゃ漏れてる。昼公演かな、お昼の取っ手出しめっちゃ漏れてたから買ってほしい買ってほしい。ぜひ。買えるものなの？会場限定もしかして。そうお昼の取っ手出しがねめっちゃ美人いいんだよね。レポートやらないとなんですけど、カツ入れてほしいです。早くやれ。これでいい。昼夜両方買ったよ。あ、ありがとう。取っ手出し買ってね。松葉も行ったしね。そう、まつげも綺麗なの今。
ベストコンディションゆうちゃん、嬉しい。今日美人いいな、今日ダメだなって正直わからない。え、でも毎回可愛いって思うならいいんじゃないですか、別にね。え、でもさすがに推しメンのこと、え、美人悪って思ったことないけどね。推しメンは何しても可愛いんじゃない。3位あと4枚になってた。え、嬉しい。私が見た時15とかだったよ。めっちゃ減ってるじゃん。あと4枚だって。みんなゲットしてね。 X に上がってた集合写真、みんな羽ポーズしてて可愛かった。レポートやりなさい。あれ羽じゃない、あれ飛行機だよ。飛行機ポーズ、羽田の飛行機ポーズです。そう、あれ飛行機やってんの可愛いでしょ。飛行機ポーズです。飛行機乗りたいな。もうずっと乗ってないよ飛行機。乗りたい。やばい、バレた、ごめんなさい。ヘラヘラしない、そうやって。北海道ね、行きたい、連れてってください、誰か。北海道行きたいです。美味しい魚食べさせてください、私に。スズランさんから流れてきた人なので、大抵のお顔は可愛いと思ってます。どういうこと。どういうこと。いや、でも正直北海道はプライベートで行きたいんだよね。なんかゆっくりしたい。だってもうこういうなんかライブとかさ、まあライブももちろんそのライブ行きたいけど、あれじゃないですか、結局なんか集合時間とか決まってるじゃん。もうそんなのもう大丈夫、自分で行動したいです私は。そう、自分で行動したい。まあでもライブもしたいですね。北海道でライブってなんかやっぱレアじゃん。3日くらいあるといいのにね。正味、北海道ってさ何日で回れるんだろう。だってめっちゃ大きくない？めっちゃ大きいしさ、1日で回るのは絶対に無理じゃん。な、1週間ぐらいいればいい。1週間ぐらい行ったらいい、北海道は。もう1週間ぐらい滞在したら回れるかな。毎日魚食べれる生活したいな。海外オタク遠征したことないからだな。あ、海外に行きたいってこと？いや、海外もいいよね。1週間じゃ足りん。え、そうなんだ。めっちゃ、じゃあもう1ヶ月ぐらいいればいい？めっちゃ大変じゃん。やば。いや、でも北海道は行きたいな。こんばんは、ありがとう、ギフトありがとうございます。ネイル、え、そう、ネイル変えた今日。かわいいでしょ。あと3だよ。え、一個減ってるじゃん。3だって。
髪って染めて、うん、染めてない染めてない、これエクステ。もうなんならあと1週間もないよ取るまで。いや1週間ないわ、全然全然嘘、1週間ぐらいかなと。1週間ぐらいかな。でも取っちゃう前にインスタライブしたいな、明日しようかな、明日あ、7月は31まであるか。いや明日やろうかな。今月やったっけ、やってないんすよ今月。みんなからお母さんの反応は横着衣です。お父さんはなんだそれって言われた。なんだそれはって言われました。何それって言われた。別にいいやんね、パチパチでは外すってこと。それは本番始まってからのお楽しみにしてきます。始まってからのお楽しみにしてきます。ライブではゴールドに見えたけどシルバーなの、うん、シルバーグレーシルバーみたいな色です。写真撮ってインスタに上げてほしい。わあ頑張るか。頑張るか。ちょっと8期ライブのリハとかで頑張ってメイクしていくね。そこら辺はもう自分で頑張るしかないんで、ちょっと頑張るわ。私次第みたいなとこあるからね、それは。頑張ります。サイン会頑張る。え、嘘したの、まさかの。ありがとうございます。もう完売じゃない、全部嬉しい。チェキ会もないもんね、オンラインじゃないや、抽選会もないもんね。あー全部だ、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。楽しみにしてます。そう明日ね、そう生写真受け取るんだ、オンライン特典会用のサイン会の時の、サイン会で使う生写真受け取るのよ、サイン書かなきゃだからね。写りが良いものでありますように願っておきます。幕張はインナーありですか。なしです、なしです。残念ながらなしです。こんばんは。
トルコで人生初のレアがユズポでした。運命じゃない運命じゃない。そう、幕張までなんか、なんなら本当にマネージャーさんたち、スタッフさんとかも結構なんかこのインナーカラーのこのこれに対してなんか否定的な意見、まあ、否定的な意見しないと思うけど、私に向かってはまあ思ってるかは別としてね、伝えるか伝えないかって言ったら伝えないと思うんだけど、そう結構なんか本当にいいっすねみたいな感じだったから、そうそうそう、幕張でもつけてたかったんだけど、そう、その前に外さなきゃいけないお仕事があるの。そうだからダメなんすよ、ダメなんすわ。そうだから仕方なくですよ。本当はつけておきたかったんだけど、ダメって言われたの。こんばんは。なんか夜ご飯食べたのにお腹空いたんだけど。お腹空いた。冷やし中華食べたんだよね。なのにお腹空いた。インナーめっちゃ似合ってる。嬉しい。私もずっとやりたかったんだよね、インナーカラー。だからもう念願です。ルンルンだよ、ルンルンな期間、このインナーカラーつけてる時。わ、言い忘れてた、50分ぐらいに終わりますね。50分に終わる。こんばんは。否定的な意見もやっぱり届くの。見てない見てないけど、言われたとて興味ないかも。さすがに辛辣すぎかな興味ないかもあんまり気にしない、気にしないっていうか、そうなんだって思うぐらいか。結構割と そういう感じで生きてるかもしれない。そのこのこれだけじゃなくて、その一個一個気にしてたらこんな職業やってられないと思うんだよね。人前に立つお仕事だし、もう私の元からの性格がこういう風だっていうのがあるんだけど、多分そんなちっちゃいことでうんってなってたら多分続けられない続けられないから、うん、他に候補の色あった。でもなんかこういう系がいいっていうのは割とほんとシルバーとかグレーとかがいいと思ってたから、特になかったかな。なんか黒だから元の色が、だからそれと逆っぽい色をつけたかったなっていう気持ちでいたので、特にこれ、なんか美容師さんが結構これも
どうですかとかで全部つけ4種類ぐらい準備してくださってて、そうお試しでこうやってずっとやってもらってたんだけど、結局これが一番可愛かった、つけて、そうつけてていいねってなったのと、なんか直感そう直感です、一番なんか想像できた、つけてる自分に、自分を想像できたからこれにしました。しやっぱそう結局ステージとかに立つとさ、やっぱなんだ暗い色とかだと結局見えないじゃん、何してるのかが、そうだからはっきり分かる色がいいなと思って、そう最初につけるのはシルバーがいいと思ってました。シルバーとか白とかグレーとかそっちからの感じ。やるなら寒色系かなと思ってたけど、確かにでも青とかも可愛いなと思うけどね。何本つけてるの ?8 かな、 8本な気がする、多分何本って言ってたかな、めっちゃ忘れたけど8だった気がします、7か8かどっちか。8って数字ねえが、多分8か7かどっちかだった気がする。まあ多分偶数、そうだよね、奇数なわけないよね、確かに44かな、じゃあ多分8ですね、そういうことにしときましょう。いや6ではなかったはずだから、ちょっと後で計算してみますね、値段を覚えてるから、そう後で計算してみる。値段から逆算していく、そう確かに両方さ、どっちの右左につけといてさ、なんていうの、右左につけといてこっち3本でこっち4本なわけないよね、多分大丈夫、多分8な気がします、7か8だった気がする、多分何時間でセットできた。でも美容院にいたの1時間もいなかったから30分ぐらいかな、30分ぐらいだったと思う。こんばんは。あ、50分になった。終わろうかな、そろそろ。また明日配信しますね。明日は。なんでもないです。あ、嘘。明日インスタライブするね。この姿でやっておきたいので、インスタライブしようかな。ありがとうございました。おやすみ。みんなありがとうね、今日も。またね。おやすみなさい。また明日ね。バイバイ。またね。バイバイ。